ガティブなコメントとか、それが怖いんだと思います。見てもらってから考えよう。あ、はい、その感情を感じてもいいんだ。自分のことを信じられるようになるために本気出していきましょう。3日間に及ぶ本気フェス、北原をはじめ北原が呼んだ講演家たちの魂に訴えかけるような本気の講演で会場が盛り上がる中、2日目の北原の講演後に来場者に対して壁打ちを始める北原。さまざまな悩みがぶつけられる中、北原がそれに答えていく。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、いい、大体やらない理由って言い訳のうまく取ってつけた理由をぶつけてくるからね。僕だってさ、15年間のうちに辞める理由なんか腐るほどあったよ。でもやるって選んでるよ。親父倒れたよ、救急車で運ばれたよ。今じゃないかもしれないなと思ったけど、次の日またセミナーやってんだよ。いくらだってあるよ、辞める理由なんて。でもやってるんです。はい、次の方、質問からどうぞ。幸せって何だと思いますか？今幸せって実感することです。幸せって今がないものを手に入れることだと若い頃は思ってました。でも今ないものを手に入れたら、次今ないものをまた手に入れるようになりました。繰り返しました、散々繰り返しました。結果として今いかに感謝できるのか、今聞いてくれる人がこれだけの人いるってことに感謝できるのかっていうふうにたどり着きました。だから僕よく言ってます、社員に。俺いつ死んでもいいよって。俺の人生上出来すぎるでしょ。毎日満足した状態でソファーで気絶しちゃうの、いつもくたくたになりながら。僕の幸せは今幸せだなって思えるような思考の転換でした。はい、こんな感じです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素敵な質問でした。はい、質問の内容は、はい、今日お話しいただいた乗り越えたことがこれでちゃんといいのかということをお伺いしたいです。僕は昨年、京都大学の大学院を卒業し、博士課程に進学する予定だったんですけど。もうそれでいいやん。京都大学院を卒業したの、入ったの、まずそこを乗り越えてない？簡単なんですか、入るなんて。でもその大学ってちょっとすごそうな大学ですね。そこをまず一つ目。はい、はい、結局進学に断念して、僕は4月5月働くこともなくちょっとニートをしていて、はい、生活が成り立たなかったんですけど、はい、そこからなんとかちょっと寝てアルバイトで一人暮らしができるようになったっていうところまで。はい、それは語れるね。ニートとか引きこもりを持つお母さんお父さんに語れるね。はい、それをストーリーにするまで研磨するの。はい、練習しなきゃダメですよ。100回でも200回でも300回でもね、人を魅了するまでやらんかいなんですよ。自分で決めてやってください。はい、俺はこれが語れるから、これを語るぞ、これを伝え続けるぞってやってみてください。はい、SNS 全部やってます？やってないです。 SNS やってみて、全然成果出ないから最初は。はい、本当にびっくりするぐらい成果出ないから。はい、うん、みんなね、自分が語る資格がある領域をね、発信すればいいのにもかかわらず、今日食べたラーメンとか語るんですよ。誰が知りたい、あなたが食べてるものを。あなたが語る資格がある領域で乗り越えてきた感動ストーリーと、そのストーリーを受け取って変化があった人のストーリーをまた語っていくんですよ。それ以外は最初はいらない。はい、それを語ってください。OK ですか？はい、はい、やり続けてください。ありがとうございます。はい、貴重なお話ありがとうございました。はい、ありがとうございます。北原さんが事業をする時の目的とかゴールの作り方をお伺いしたいです。長期のゴールなんて作らないです。3ヶ月間これやるぞって決めてやるだけですね。自分の年齢と年齢別でちょっと戦い方が変わってきてるんですよ。だから僕が授業でね、一番最初にやったことっていうのは、まず人間力、ヒューマン力みたいなものを高めまくって、人に好きになってもらう対話の力みたいなのを身につけて勉強しました。はい、その次にビジネスの構造、逆算してどうやってやるのかってことを勉強しました。今は一人じゃできないことをチームでやろうっていう戦い方になりました。はい、だからもう一人でやることってほとんどないです。一人で済んじゃうことはやらないって決めました。はい、この順番で目的を持って3ヶ月間走り抜こうと思って、3ヶ月間スパンの目標を作って、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月って更新しながら
次は何を工夫しよう、やめないんだよ。3ヶ月でピタッとやめるんじゃなくて、やってることを維持しながら工夫を入れていく、この繰り返しです。ただじゃあこれもやったことないことをやろう、大体事故るんで、はい、まずは乗り越えてきたことをしっかりやってください。まずはそこからです。 OK ですか？わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。命を削ってされてるじゃないですか、北原さんって。毎日毎日わかる。原動力は何かを知りたいです。教えてください。原動力はね、この時間まで残ってくれてる人たちです。今はね、この瞬間は YouTube に関しては取りに来てくれてるコロスケのおかげです。会社全体の動きはね、うちのチームのおかげ、今回のイベントに対してはクルーのおかげです。原動力はいつも自分一人じゃない、誰かが作ってくれている思いに対して僕は動いてるだけです。だから一緒に頑張らない、一緒にやらないって言って、一緒にやってる人がね、めっちゃ動く人選ぶと休んでなんかなれないよ、さすがに。え、そしたらね、うちのね、チームのみんな本当にね、ソルジャーみたいな人たちが集まるようになったの。どんどんしんどい、でもまたやるの。またやってやってやって、毎日毎日1ミリでも成長できたなと思ったら、今日もやりきってよかったと思って気絶するようになるんですよ。はい、その繰り返しです。でもね、もうね、だから幸せなんですよ、毎日。もう僕の人生どん底だったから、今幸せなんですよ、本当に。いつ死んでもいいんですよ、マジで。移動中の交通事故で僕は死ぬと思う、移動距離がすごく多いから。だけどね、毎日今日もやりきってるから、毎日限界突破してるから、もう満足なんですよ。満足なんですけど、昨日も頑張ったし、今日も頑張ってみようかなの、この繰り返しです。原動力は昨日の自分を毎日超えろですよ、本当に。なぜなら周りが頑張ってくれてるからですね。その繰り返しです。 OK ですか？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ラストになります。はい、どうぞ。いつもありがとうございます。ありがとうございます。教えていただきたいのが、はい、私は SNS とか で自分が見えてない人に発信するっていうのがすごい怖さがあります、はい、そういう怖さっていうのをどうやって乗り越えてこられたかっていうのを教えていただけますか？2つあります、はい、1つ顔を出さなかったらどうでしょうかっていうのがまず1つ。2つ目、死ぬのって。死なないです。今のところね、北原さん怖いですってみんな言うんですよ。だって YouTube 見てくるから、北原さんって怖い人なんでしょって。でもね、今のところ僕のセミナーも声もまだ死亡者出したことないんですよ、一回も。はい。怖いって何が怖いの？ SNS で見られないというよりは、はい、見てもらって多分ネガティブなコメントとか、それが怖いんだと思います。見てもらってから考えよう。あ、はい、わかりました。すごいね、もう見られるところまで行っちゃってるんでね。めちゃめちゃインフルエンサーさんなんですか？え、違います。アカウントのフォロワー数はどれくらいなんですか？ SNS やってないので。大丈夫、まだね、そこまで簡単にいかないから。まずね、いいねすら押されないから大丈夫。わかりました。そこまで行くのにまだだいぶ時間かかるから、それを乗り越えてくると、そこまで行った時には別にいっかって思えるようになってきます。で、それでもし打ちひしがれても、美味しいご飯食べてね、しっかり寝て、 SNS 頑張ってるやつらのところに行って、はい、私も話聞かせて、私の話も聞いてってやってください。それだけでいいよって言ってくれるメンバー集めればそれでいいんですよ。今日ケイスケさん来てくれて、拓也、高橋さん、ハルキ、今回の戦い付き合ってくれました。そしてクルーメンバー付き合ってくれてます。うちの社員ずっと付き合ってくれてる。ザ・ブラック企業。いいよって言ってくれるメンバー集めただけ、同じことに努力ができるメンバー集めただけ。でもね、クルーメンバーは知ってる。今回のクルー立ち上げた時にいろいろあった、裏で抜けてった、いろいろあって抜けてって、クルーメンバーと一緒に乗り越えてきてるんです。はい、会ってから考えたらどうでしょうか？はい、 OK。 はい、そうします。はい、大丈夫、できるよ、余裕だよ、楽勝。 OK ですか？はい、はい、ありがとうございました。はい、自分はめんどくさいやつだけど。これステージ。さあ皆さん、おはようございます。おはようございます。もう変態の仲間になると
もう変態です、頭がおかしい人たちです、本当にね、もう一回もう一段変わろうって思う年にするために本気フェス立ち上げて今日を迎えました。皆さんも一緒に変わりたいってモヤモヤしてるんだったら、もっと私はできる、できるかもしれない、居場所が見つかるかもしれないって何か思ってるんでしたら、一緒に一歩を踏み出してもらいたいと思います。そんな一日に今日はしていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。この3日間の皆さんのストーリーとなってます。1日目歩みということのテーマで、はい、僕と北原さんがお話をさせていただきました、はい、そして2日目大島啓介さん、そして北原さんが話をしてくれました。発見でした。発見ですね。発見なんです、ね、そして今日3日目、はい、行動です。行動です、はい、ぜひ皆さん盛り上がっていきましょう。準備はいいですか。はい、小宅春樹という人間がどんなことをしてきて、どんなチャレンジねしてきて、そして、どれだけこけてきて、そして、起き上がってきたのか、じゃあそこまでして何がしたいのか、そんなことを、僕の自己紹介も含めてお話ししたいと思います。北原が呼んだ3人目の登壇者、小宅春樹さん。もともとは消防士だった春樹さん、しかし命について考えるようになり、現在は武道を通した命の教育で自ら命を絶つ人を減らしたいと活動されている。今回の講演では春樹さん自身が今までどのようなことをしてきたのか、行動することの大切さを本気で伝える。いいことではないのかもしれないんですけれども、でも知ってもらいたいんです。そういったことが実際今も起きてるっていうこと。はい、で僕は現着しました。現着して先に救急隊がもう処置にかかっていました。若い女の子でした。第一発見者はお父さんでした。机に置かれた携帯電話、この携帯電話にお母さんが、あなた、あなた、お父さんはずっと娘の名前を叫びます。いいんだよそんなのは、もうまずいだろ。なんとその中には娘さんの最後のメッセージが載っていたんです。それを読み上げた瞬間にお母さんは膝から崩れ落ちました。これを救急車に車内収容するまで30数分ずっとやってましたけれども、その子は助けることはできなかった。こういうことがあの数だけあるんですよね。グループホーム、障害者さんの支援施設のパート、宿直をしてます。それが、いわゆる社会的な立場っていう人間が東京にある大松さんの会社に直接電話して、水が燃えるのインターネットで見たので見せてもらえませんかって。これがどんだけ無謀なことか分かります？何のビジネスチャンスももたらさないですよ。ただの会社の人件費の無駄じゃないですか、相手にするのが。でもその社員の方が、一応社長に聞いてみますって言ってくださったんです。そしたらですね、電話で返ってきた答えが、社長が会いたがってます、この日東京まで来れますかっておっしゃるわけです。僕はもう2つ返事で、行きます行きます、もちろん行きますって言ってお邪魔しました。11年前の話です。いっぱいいろんな感情が湧いてくるよ。その感情を感じてもいいんだ、許してあげたら学びや気づきや成長が待ってるんですよ。その先に気づいたらたどり着く未来があるのかもしれません。僕もまだ途中です。一緒に本気になって夢を応援し合って、そしてたどり着いた時に本気で居合い合えるように。またここのイベント毎年やるんだって。来年もね、あの時ああいう風に言ってたやつが、あいつあんな夢叶えたんだ、それが毎年言い合える場所になったら
めちゃくちゃいいと思いませんか。作ってくれて、そして一回白紙になったけど立つことを許してくれた北原孝彦さんに最後に大きな感謝を述べてこのステージを終わりにしたいと思います。北原さん、いいかな。ありがとうございます。本当にありがとうございました。全てを吸収して人生を変えるきっかけにしてください。それでは北原さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。北原孝彦です。早速ね、僕のお話に入っていきたいと思います。今日のテーマです。夢を実現したい思いをあなたへです。これ僕の夢ももちろんそうなんですけど、来ていただいている方みんなの夢もそうです。どう実現したい、実現していくのか、そのね、考え方だったりだとか思いだったりだとか、どう行動にしていくのかっていうことをお話しさせていただきます。僕が一番大事にしている原点の部分ですね。たくさんの助けてを解決して今の僕がいます。たくさんの助けてを集めたんです。いつもスタートは助けられることを伝えるところからなんです。これ答えですよ。スタートするときっていうのは自分が助けられるところを、ね、伝えるところからスタートするんです。皆さんの夢、ここのタイミングで聞きたいんですけど、皆さんの夢は何ですか？ちょっと喋ってもいいよっていう方。僕の夢は学校の卒業で先生をすることです。今すぐできることは何？勉強ができない子、僕みたいに勉強が嫌になっちゃう子に勉強の仕方を教えてあげればいいわけですよね。はい、できますよね。やります。はい、応援してます。ありがとうございます。私の夢は、10歳になる息子がいるんですけれども、彼は F1 ドライバーになりたくて。おー、すごい。はい、レーシングカートがしています。キッズの時代にシリーズチャンピオンを2回取りました。6歳の息子はママやったよって泣いたんです。それを見て私たちは絶対に彼の夢を叶えようと思って起業もし、思い伝わりました。 OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いえ、全然です。あのね、F1 っていうね、世界って本当難しいんですよ。多分夢の中で一番難しいのが F1 です。才能だけじゃ挑めないんですよ。お金がないと挑めない世界です。なんでこんなに知ってると思います？世の中で一番難しい夢って何なんだろうって調べたことがあるからです。席がもう最小数しかない。そこまで行くのに何千万とかかる。事故して破産しちゃうところもある。命の危険性もある。それが今お子さんのために起業する原動力になってる方でした。ありがとうございます。すごくなくていいんです。最初はすごくなくていい。なんならすごくない方がいい。どん底ならどん底な方は面白い。聞いてもらった時に味わいが良くなる。行動が変わんないと人は変わんないの。じゃあね、行動変えようと思った時って何が必要かっていうと、大量の情報じゃないの、メッセージなの。変わりたいんでしょうって、一人一人にできる限り多くの一人一人に聞いて、変わりたいんでしょうって、なんで変わりたいのって、その思い大事にしてって、絶対叶えられるからって、だって乗り越えてきてるじゃんって、これからも当たり前のように乗り越えてこられるよって、そしたらそのストーリーたくさんの人に話してよって、伝える努力してよって、今までやってきたじゃんって、今までだって生きてきたじゃんって努力して、それをね、今度そのエネルギーを伝えるってことに徹底的に向けるだけなんだよね。今すぐできることしか言ってないです。僕は、僕が言うことって YouTube でも SNS でも僕が言うことってシンプルです。いつもリスクなく、いつもすぐできることしか言わないです。僕と約束してください。今話してくれたこと、話してくださったこと、やるって、やり続けるって決めちゃってください。一度でいいからって。数年後に大きなインパクトになってるはずだから。そこからあなたの、皆さんの次の挑戦が必ず始まります。決めたら、始めたら挑戦です。
今日はやろうかな、やめようかな、この連続が起きます。継続できるようになってきてもやめる理由が、もっと大きなやめる理由も絶対出てきます。毎日出てきます。何かしらのきっかけで出てくるようになります。でもやるんです。人生を変える、助けたい人を助けられるようになる、守りたい人を守れるようになる。そのために今できることを伝える努力をするんです。そこから次の挑戦が必ず始まりますから。このイベントを立ち上げた時に、数年後でもいいから、あの時2023年に聞いた本気フェスに登壇してくれたメンバーのクルーの努力を見たから私行動できたんですっていう報告が来るといいよねって言って始まったイベントです。僕らがそれを作っていこうって、そんな熱い思いから始まったイベントです。2023年、今年だけではなく、これから、今日から自分のことを信じられるようになるために本気出していきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったらクルーメンバー下に集合してください。最後に来てくださった皆さんにお礼を言って終わりにしましょう。集合。はい、メンバーやりきりましたか。ちゃんとやりきりましたか。変わりそう、人生変えられそう。きっかけは作ったからね、あとは続けるだけだからね。じゃあ聞いてくださった皆さんに、みんなでお礼を言いましょう。ありがとうございました。こうして3日間に及ぶ北原が未知の戦いに挑んだ本気フェスが終了した。今回本気フェスを陰ながら支えていた運営クルーにインタビューさせていただいた。いや、3日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。3日間ちょっとクルーとして参加してみてどうでした？そうですね、実際3日間参加してみて、その正直すごく辛かったんですね。辛かったんですけれども、なんか来場される方がすごくいい顔されて帰ってたので、うん、まあ、そこで本当やってよかったなっていうのを、うん、本当率直に感じました。個人的に印象に残った瞬間とか場面とかってありますか？そうですね、ノートの企画してたのがあって、はいはいはい、それの思いとか説明したら、うん、あ、いいねってところで共感してもらえたので、うんうんうん、なんかそれ単純にやってよかったなと思った瞬間でした、ね。うんうん、なるほど、はい、これですね。なんか準備段階でこう変わったっていうところみたいな、途中で参加を辞退されてしまったこととかも多かったので、うん、そういうところでその難しさを感じたっていうところも一つだったかなと思います。本当にみんな仕事とかやりながらだったんで、指導官っていうところがみんな目標として多分プロもやってたので、うん、そこがあのブレずにやってこれたのか。また武道館でも、はい、ちょっと皆さんが活躍する姿を撮りたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした、3日間。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、3日間どうでしたか？クルーメンバーとのこの何でしょうね、作り上げた感っていうのと、うん、やっぱ北原さんのこの立ち振る舞いっていうのがかなり学ばせていただいたなというふうに思ってます、うん。はい、なんか特に印象に残ったイベントとか、なんか場面とかってありました？ですね、前提通してやっぱり講演された方々の講演素晴らしかったんですけど、うん、差し込みイベントでモーリーを探せをやったんですけど、はいはい、共に夢を大人が語って本気ですかっていうあのワンシーンがすごく衝撃的だったなと思って、うん、やっぱり子供に問われることによって本当に毎日本気で生きてるのかなっていうのを、ね、私自身も考えさせられました、うんうん。来た皆さんにとても有意義な3日間になったかなと思いますので、はいはいはい、大変お疲れ様でした。こちらこそありがとうございました、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。あの、クルーとしてどうでしたか？やってみて、
正直なところ直前まで、まあ、不安もありながら、うんうん、反面ワクワクもありながら始まったわけなんですけど、まあ、その不安っていうところが一気に解消されたのが、うん、お客さんが本気なんですよね。私ちょっとチームを兼任してたっていうこともあって、うんうんうん、特にイベントがですね不安で不安でしょうがなかったんですけど、うんうん、実際始まってみたらお客さんの本気度も高いし大成功だと僕は思ってて、うんうん、もう本当にお客さんに助けられたしお客さんと一緒にイベントが作れたなって本当に思います。なるほどです、ね、はい、ごめんなさい。なんか特に印象に残ったイベントとかありました？3日間の中で全部なんですけど、うん、イベントでお客様に登壇していただいてやっていただくのもそうなんですけど、うん、僕はウォーリーが結構印象に残ってて、子供たちが楽しそうだったんですよ。もう本当に不安で、うんうん、どうしよう子供来なかったらとか、うんうんうん、お子さんが喜んでくれなかったらどうしようと思ったんですけど、うん、もう走り回ってくれてたりとか、うんうん、やってくれてたんで僕的にはもう妙利に尽きたというか、もう本当にいいイベントになったなっていうふうに思ってます。うん、終わりました。はい、ではもう最後3日終わりましたが、はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ホンクス、お疲れ様でした。皆様本当に2ヶ月間お世話になりました。ありがとうございました。起きまーす。最高。OK です。ごめん。コルちゃん、はい、ずっとネタにしちゃいました。インタビューをクルーの、ね、はい、メンバーにお願いします。クルー、あ、ちょっともう数名させてもらって、ありがとうございます、はいはい、やっぱり結構皆さん口を揃えているのがウォーリーがやっぱり印象的だった、はい、ちょっと待てよ。おい、クルー、あ、違う、こちら皆さん前置きがしっかりあった状態で、メンバーの登壇じゃないの、あ、メンバーの登壇もちろんなんですけどっていうので、はい、ウォーリーすごい良かった。良かった。なんかね、もうね、3日間ウォーリーでも良かったんじゃないですか。まあでもああいうちょっと触れ合う機会とかもあって、皆さんすごい良かったっていうことがあったんですけども、はいはい、ただやっぱり皆さんの講演に響いて、はい、2日目の壁打ちの人たちにもインタビュー行ってきたんですけど、はい、なんかめっちゃ響いて、もう行動を移してる人とか、はい、そうですね、シンガーソングライターの人は時の部屋に入ったって言ってましたね。いやー、ありがたいですね。一緒に勉強できそうです、うん、結構いろんな人が今日のフェス、はい、今回のフェスで変わった人が多いんだなと、はい、いや今回はねバチコーンスイッチ入った人多いと思うよ、うんうんうん、本当に全力で喋ったからね。いつも全力で喋ってるんだけど、俺今回のことで自分の喋り方っていうのがまた一段階分かってきた気がする。1日目終わった後の2日目の改善があったりとか、ね、はい、なんか裏側でもしっかりなんかこう喋ることに対しての姿勢もすごかったなと思いました、ね、はい、もうめっちゃ疲れてるんじゃないですか3日終わって、ね、めっちゃ疲れてるけど、ね、まだねクルーが一番しんどいから、ね、クルーが終わってからね、うん、クルーに頭下げてありがとうってみんなで変わろうねって止まっちゃダメだよっていう話をして、うん、ね、まあ、それで今日はね一回ね解散して、またクルーとはね会うからね、うんうん、お疲れ様会やるから、うん、ね、その時にね今日お疲れ様会やってもね多分魂もう抜けちゃってるから、うん、俺もそうだし、ね、もうガチお疲れで全員、そう、ガチお疲れでお疲れ様会のところじゃないお疲れ様だから、ね、そうですね、はい、コルちゃんありがとう、コルちゃんありがとう、本当にいじっちゃってごめんなさい、いや全然本当にごめんなさい、愛のあるいじりだからね、全然闇なく本当に愛のあるいじりだからネタにしちゃったんですよ、一番受けたと思う今日の中ではごめん、まだいじっちゃうと思うけど、はい、逆にちょっとその愛をもらった上でちゃんとちょっと僕らも行動できる、はいはい、平均10万再生お願いします。そうですよね、そうです、はい、ぜひお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、